はい、皆さんこんにちは。というわけで、今日は8月の17日、クソ暑い日の、ここは国際展示場前にやっております。何をしに来ましたかと言いますと、スニーカーコンですね。ついに東京でやってくれるというところで、まあまあ何をするでもないんですけど、東京でやるなら行こうじゃないかというところで行きたいと思います。ちなみにですね、昨日、ガバリさんと、スニーカー男子のお二人とずっと飲んでましてですね、まあ原口さんと最後ラーメンで締めて帰ってきたんですけど、飲みすぎてマジで気持ち悪くて、そのくせにさっきも飲んでから来てるんですけど、まあすっかりもう2時で、開催12時からなんですけど、全然時間経ってるんで、もうもしかしたら全然人いないとかもあり得るかなと思ってるんですけど、まあまあどんなもんかってことで、マジで暑い。コミケでね、まあ夏コミで来てるんで割と慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、マジで暑いですね。はいはい。なんかこうコミケで慣れてるせいか、このここからやっぱこのアングル見ると少しこう心が燃えてくるものがありますね。うん。あのビッグサイトのあの形を見るとちょっとこう心の奥底から何かこうふつふつと湧き立つものがあります。やっと屋内に入りました。なんかコミケの時の気分すぎて、こう中のコンビニとか周りのコンビニとか使えないだろうと思って、あの飲み物とかがっつり買ってきたんですけど、ちゃんとよく考えたらコミケじゃないんでね、普通にあの売店も空いてますね。はい、いやよかった。まあもう12時からやってもう3時間ぐらい経ってるんでね、あのだいぶ帰り始めてますね皆さんね。まあでもなんか皆さん結構でかい袋持ってるんで、結構買ってんなって感じしますけどね。うん、ここではまた別のイベントやってますね。まあまあビッグサイトなんて一日中何かしらやってますから。おお、なんかすげえ盛り上がってる。やっと入ってきました。まずちょっと知人を探したい。知人を探したい。どこかに知人はいるか。いたいた、一番わかりやすい知人見つけた。ガバリさん。あ、はい、お疲れです。お疲れです。ガバリさん、こんなブース出して今日は、はい、売れ行きはどうですか。まあ3枚4枚ぐらい売れた。まあまあ、まあ、ここがここが一列ずっと2万円売り上げたら帰るんで、靴1足分売り上げたら帰るんで。ちょっとね、ここね、場所があんまり良くなかったかもしれない。絶妙ですね。人がね通らないから。ここもここらも全部ガバリさん。あ、まあ、そうです。ここの列はそのトレードブースみたいな。あ、トレードブースなんで、これはカイさんのお友達がやられているブースだそうです。スニーカー、マウントですから、ね、そうです。すごい、ガバリのブースに来てるんですが、ガバリが今タバコを吸いに行ってて、なぜかブースの留守番を任されてます。あ、帰ってきた。まあ、あ、カイさん、カイさんすごいね、人気ありますね。もはや何を見たらいいのかも分かんないですよ。俺は一体何しに来たんだろう。スニダン一応アンバサダーですから私。アンバサダーさん、アンバサダーさん。あ、皆さんお疲れ様です。どうもどうも。ついさっき来ました。いやいやいや。お疲れ様です。ガバリさんいましたね。そう。いました。で、あのガバリのブース行ったら、ちょっとタバコ吸いに行くから店立っててくれって言われて。だいぶ長かった。そうそうそう。だからまだ何も見てないですよ。ガバリさんもさっき T シャツ広げただけっすよ。T シャツ広げて接客ゼロで多分出てきた。でもなんかでも3、4枚もう売れたみたいなので、そうそうそう。あ、そうなんですか。そうそうそう。一番端っこをね。そうそうそう。なんであの誰もこなすのかわかんない。まあ壁が使えるからかな。いやいやいや。いやでもなんか思ったより人がちゃんといる。サンサンは2足です。はい。でなんか言ってなかったですけど、はいはい、
これに対して1枚、はい、抽選券プレゼント、抽選券があってプレゼントで当たると、はい、そう自分のサイズ、そう自分のサイズが、あサイズも選べる、いやサイズが合えば、合えばそのだから、ミノルさん29だったら29さっきこれだったんですけど、はいはいはい、ロイブレッドの方が、はいはい、まあ、あげるよ、あ、もらえる、もらえるっていう、買えるんじゃなくてもはやもらえる、もらえるんですよ、あそりゃすごいっす、ね、それで、ね、口頭でしか言ってないですよ今、だから告知はあんましないですよ、そうですね、販売でスニーカーとステッカーのオリジナルとか、うーん、なんかね、スタンスさんでスニーダンさんの提供でプレゼントもやってる、へえー、うちの方は小規模なブースが多い感じかな、企業とかじゃなさそうなんですけど、またなんか始まる。リンクさん、昔ガバリフリマにもよく出てくれたリンクさんですね。すげえ賑わってる。ちょっと声かけられそうじゃないな。こんなリンクさんに、はい、あ先生、何してるんですか。いやちょっとお手伝いというか。何してるんですか。売れてますか。って、あ売れてる。結構ね。本当に。あと外国の方の方がにくいっすね。はいはいはい、はい。にくいっすねやっぱり。なんだっけ、アポロさんとかも外国の方がバカ爆買いしてくって。これとこれとこれとこれみたいな。ね。外国人の人たちもパンパンに服乗ってるもん、いやすごいな、でもこの辺とかめっちゃ懐かしいな、これいやでも、ね、この辺とかこれもねみんな見てください、ああビンスカッターですね、 VC だ、ショックス VC、 いやいいっすね、ジョーダン4だね、なんでここ人気なんですかね、分かんないですけどね、ちょっと頑張ってください、あすいません、はい、ありがとうございます、Live auctions, live auctions. Everything is going to start off with 100 yen. 全部100円から値段始まります。Hit in New York, hit in New York, A6. 100 yen auctions. オークションしたいですか？オークションしたいですか？ What to happen? 4,000 yen. 4,000 yen. 4,000 yen. 5,000 yen. 5,000 yen. 5,000 yen. 6,000 yen. Come on, now we're talking. 7,000. Now we're talking. Now we're talking. ここはホームゲームさん、はい、そうですね、ね、そうすくな、はい、ワッパページュ、どうも、そうすです、どうも、久しぶりっす、お久しぶりです、なんかこの前ね、偶然原宿で、はい、そうですね、俺が会社の人と、そうそう、飯食ってるたら偶然会って、そうそう、それ以来で、久しぶりです、じゃあ今日はこのオリジナルのアパレルを販売して、そうですね、ターンヘッドの、マリナーズのユニフォームを作らせてもらって、ベンチで作らせてもらったんですけど、バックかっこいい、バックめっちゃかっこいい、そうなんですよ、グリフィー入ってんのやばい、そう、もう絶対これはもうグリフィーじゃないと嫌だったんでそう、まさか申請通るとも思ってなかったので、これはもうちょっとテンション上がって、ね、外国人の人多いからまたそこにも良さそうっす、そうですね、分かる人は分かるっていう感じで、基本はキャップで、ここはそうですね、メインはニューエラーのキャップですね、ニューエラーもね人気あるから、そうです ね、これも前作ったキャップで、はい、そうすると今日は他にイベントとかやるんですか、前と、なんか全然ここだけです、あ、本当にここだけ、ここでお仕事してますいやちょっと頑張ってください、はい、僕またうろうろしてる、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらはカスタムスニーカーです ね、どうもお久しぶりです、お久しぶりお久しぶりです、今日はもう、もう本当これでカスタムの販売、販売というか、はい、まあ、こういうのができますよ、ね、あーここでやることはできる、あ、でもこれも、はい、受付ができる、あ、今すぐできるのもある、あります、クリスタルつけたりとか、あ、はいはい、外国人さん好きだからね、こういうね、そうですね良さそう、これすごいっすね、めっちゃすごい、めっちゃキラキラだ、普段はあれですけど、阪急のメンズ東京に上でね、はい、やられてますよね、いや、ちょっとありがとうございます、また、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、抽選券持ってる方いますか、抽選券、あれ抽選券、あ、持ってないですか、あ、もう終わったですか、あ、抽選券、あ、あちらの方に、あちらの方にやってください、これは何が始まるんですか、あ、さっきの抽選のやつ、大抽選だ、あ、これダマでやってるんですよ、いつも落とされる側のやつ、そうそうそう、落とす側になるんだ、今日は確率を操る側あ、もういっ、あ、当たんない、あ、当たんない、5人が、だから6人当たるんで、26人中6人当たりますよ、激アツ、おお、当たり、おお、そっくりです、本日の唯一の収穫、モンスターエナジーをもらいました、あと半分じゃん、確率めっちゃ高い、あ、はじめまして、
ます。あれ後半に、はい、え、もう多分三人一人ずつ上がるぞ。ええ、スニーカーの元は入れてます。けんけん。ああ、さあさあさあ、当てろ当てろ。いやあ、あれボス。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばいやばいやばい。これあるぞあるぞ。ワンプッシュ。うわあ、こういうとこなんかない。ああ、まだスニーカーある。あ、ミドルさんがいる。ミドルさん、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 ミ入ります。なんだかんだ楽しんで撮ってないの。写真をいっぱい撮った。あ、写真をいっぱい撮った。写真いっぱい撮ったんで写真を、あの動画にします。いろいろとこっちこっちですか。あ、上がった方がいいです。